らず美幌峠です。美幌峠でカレーパン食べていきます。こちらです。美味しい？うん、これ揚げたてでしょ？熱い。結構うまい。あ、いや、ザックザク、すごいね。私このザックザク好きだからさ、ね、これ周りだけでもうまい。周りだけでもうまいわ。このラスクみたいになってるもん。うん、ザクザクで中すごい詰まってる。うん、いや、ポテコラに使いついた。ポテコラ買ってきてるよ。食べる？マジで？うん、それ揚げ芋。揚げ芋か。でっか。食べれるかな。食べれるでしょ。何その陽気なの、今まであんなに食ってた女が。なんか入ってないの？中には何も入ってないの？芋。芋？芋。芋？アメリカンドッグの周りみたいなやつに。ああ。芋？なんであれ買わなかったの？さっき食べてた。あ、ポテカラ？ポテカラがうまかったよね。ここでそれいいの？そんな本気出して。ああ、そっか。そうだよね。すぐ反省してくれるね。食の魅力が止まんないから、北海道ここで大満足しない方がいい。まあ確かに、いろいろ回った方がいいか。これうまいわ。ん？うまいわ。うまい？うん。やっぱさ、じゃがいも美味しいよね。甘い、じゃがいもが。ねえ、あのカレーに入ったじゃがいも超うまかったもん。はいはい、ホクホクで。え、これうめぇ。個人的に買って帰りたいもん。やっぱさ、リフあれだよね、揚げ物に興奮してるね。北海道に来て相変わらず。昨日夜星空を見に行ったんだよね。うん、やばかったね。うん、すごかった。超流れ星見ました。こことかもやばそうじゃない？ここやばそう。やばそうだね。星がさ、いっぱい動きすぎてさ、流れすぎて、あんまり流れ星のありがたみがなくなってきてた。なくなってきてた、もう簡単に動くから。なんかさ、流れ星っていうよりさ、うん、移動星だったよ、ね、移動星だったね。あれ、なんで星って移動してんの、あれ星だよね、あれ。あれ、星？虫？あれ、星。星だよね。全部虫だったんか。え、どっちがうまい？さっきのポテカラとトントンぐらいかも。え、マジ？うん、結構好き。じゃあ、相当うまいんだ、これ。買うか。ポテカラ、ちょっと買いたいな。うん、ポテカラ、もう一個あとなんかホルモン唐揚げみたいな。それも買おう。ホルカラで、今日おやつに食べてもいいしね。そのなんか合間合間とか、合間合間にホルカラ。ホル合間にホルカラ。こんなんだったよ、だって。うん、ちっちゃかったね。こんなわけない。ビー玉みたいな。食べ物小さく見えるから、この人。え、あ、そうだな、錯覚。うん、人よりすげえちっちゃく見える。だってこれ、だってさっき、うん、ショーウィンドウで見たときは、そこぐらいに見えてたのね。ショーウィンドウ。え、こんぐらいだったじゃん。ブティック。だから、いくらでも入っていっちゃうの、この人。ね、目の錯覚で小さく見えちゃうから。うまいです、これ。小麦の奴隷。私、小麦の奴隷だからさ、うん。いつでも。小麦食って寝るのが一番。小麦の奴隷にさ、言ってた、はいはい、あの、バスクチーズケーキも気になる。だってあれこそ1位って書いてあるよ。へー、あ、そうなの。うん、なんか何やってる、なんかいるのよね。なんか俺に全然来ないよ。いや、食べ物持ってないからよ。怖っ。私たちずっと食べ物持ってるから。でかいのにかね。なんだ、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 あ、見た、見た、見たって何、何、何が目的。すごいいっぱい来てんじゃん。何が目的なのこれ。そう、カレーでしょ。え、やめるわよ、みたいな。後で食べるわよ、じゃあ。美幌峠。でも聞いたことある、有名だよね。うん。美空ひばりね。そうそうそう。うん、私たちがさ、ここでさ、曲書いたらどんな曲が生まれるか。いや、まだ芋しか食べてないもん。芋の。確かに、確かに。芋うまいっていう歌で終わる。美幌峠のポテカラ、おすすめです。揚げ芋もおすすめ。揚げ芋もおすすめです。なかなか来れる。
場所ではないですけど結構苦労しないと来ない、結構上まで来ないといけないこれ、うん、え、あと何箇所回るの今日、あとでも4号ぐらい、いやだよいや新種のオカマじゃん、何が新種まだまだあるの種類がこれ韓国で買いました、かわいい、これかわいくない、田舎のお姉ちゃんがタバコ入れせそうな確かにでもなんか私ここずっと入れるの、ただ疲れてるからこれでも近所にあったらさ、うちらずっといそうじゃない、ここにいているっていうか、ただいて TikTok とか見るだけでしょそんなんいることになってないんだ、美空ひばり先生の記念碑に近づくと音がするんだってっていうね、おばあちゃんが教えてくれたんだけど、どこに近づけばいいんだろうみたいなで、どっから流れるのみたいなね、絶対流れないよな、ガイドさんに聞いたんだけどこのおばあちゃんめっちゃ近づいてたけど、なかった確かに、このぐらいまで近づいてたのに全然流れてくれなかったね、かわいい、で今日何箇所行くんだっけ、わかんない、いやまだあと5、6個残ってるからさ、すご、全部あれ峠か湖、峠か湖とか何箇所行くねん、でもあのほらパーフェクト湖湖巡りに来たん残り3パワースポット、その属性の2人のうちらに相性がいいのどこだっけ、マシューコウ、裏マシューコウ、裏裏裏原みたいな、いや裏マシューコウ上の小池、全部パワースポットなの、あ神社とかじゃなくね、普通に湖、湖そう、いやコアです、やばい、なんか全然パンなくても食うんじゃん、確かに色じゃん色、そんなやついないんだから一人も峠に、お花だと思われてるね私、うん、なんかさ静かだよね、湖ってさ、うん、穏やかだね、穏やか、何とかがない、そう荒れてないじゃん、だから穏やかになれる、見てればね、うん、身のない会話ばっかりだな、飲んでよ飲んでよまだ分かんないのね、私たちの深さに、何が出てくるの、温泉が湧くらしい、よくそのネイルでガンガンいけるね確かにやばいよ、ね、リホすごいよね、喋る野生児、でもなんかすごい湿ってるよね、濡れてる、結構なんかね、なんかジュクジュク、あ、来てる来てる来てる、ほら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 、すごいニヤニヤしてる、すごい前向きだなと思って温泉掘りにリホ、カバンもカバンにちょっと入ってる、で、これ取って、カバン、え、これなんでそこまでしていや、うわすごい、え、あったかいよ、え、あったかい、あったかい、うん、え、こんなすぐ出るもんなんだ、結構驚き、うわすげえ、これリホ風呂入ろうとしてるえ、今夜のもう湯を求めてない、これこの旅で一番前向きじゃないリホ、確かに今日元気、さっき車で爆睡したからこれさ、延々漏れるよね、でも、うん、何だ嫌な声するな嫌だ、それなんか周りの穴温度差やばくないよりも深いよ、私たちの穴、確かに、で、ここ諦めてる人いる、こんだけそんなんじゃダメだよ、出ねえよ、この人厳しいねプロフェッショナルだね、あなたたち、すごい、見て映ってるかしら、すごいんだけど確かに確かに、私の母親一番調子いい時の兵、これわかる、母親ってこの匂い母親の匂い、おなら、母親のおならの匂いなんか弱くいそう、うん、岩くいそうじゃないあとやっぱ近くで見るとすっごい黄色いね
大丈夫え、こっちもすごいけどさ、こっちもすごい、なんかこう、こう大地すごい、え、こんなにすごいのにさ、あんまり人いなくない確かになんでだんだん暑い暑い暑くなってこない、ほらあ、本当だめっちゃ温泉湧いてるもん、やけど注意って書いてあるじゃん、看板に。だってすごい吹き出してるもん、もう。これ私生まれてるうちに来れてよかった。死んでたら来れないの。生きてるうちか、生きてるうちか生まれてる生まれてるうち、うおすごいよ、リホ。うわ、なんかミストみたいなの来た。これって肌にいいのかな、この温泉だからいいんじゃない。浴びてみる。うん、うおうおよー写真じゃ伝わんないな。ああ、この壮大さとダイナミックさはここに来ないとちょっとわからない、伝わらないね、うん、見てみんなも私たち目線で曇ってるかなこんな景色見たことない、今まで人生で。まだ ね、 大丈夫だね。来たことあんの。ないよ。感動薄くない？薄くないなんか。え、でもカッコつけてんだと思う。マジ？うん、うん、だってすごい。だってどこ行ってもさ、結構こんな感じじゃない？そう、なんか、うん、みたいな、ね、はいはいはい、みたいな何？なんかさ、毎日毎日さ、うん、疲れたな、嫌だなとかさ、うん、言ってるけど、こんな景色をまだ見てなかったんだもん。確かに。まだ死ねないよね思わない？ほんとね。こんな素晴らしい景色を、あの、見たこともまだないのに、うん、もうなんか疲れたとかいいことないなとか、この先何があるんだろうとかさ、言っちゃいけないね。言っちゃいけない、簡単にね。うん、こっちもすごい。黄色からの緑すごい、ね、私もなんかある種異様みたいな確かにうわ、どうやったらこう忘れないように刻めるかな、この景色覚えていきたいな、1ミリでも多くこの景色を。そうね、ほんとさっきコンタクトつけたやつも確かによく見えてるからじゃないの。よく見えてるからかもしれないさっきまでぼんやり見えてたからさっきのだって美幌峠もすごかったよ。美幌峠もだからコンタクトしてないからちょっとぼやっとしてたようやく今さコンタクトつけたから。美幌峠をコンタクトで見てほしかった。そうだね、私たちにさ匂いとかつくのかな。ついてるんじゃない。ついてるのかな、うん、なんかついてる気がする。ついてる、うん、自分の脇の匂いか硫黄かわかんないけどうまそうな匂い下の売店。あ、なんか揚げ物だね。どこの観光地に来てもリホさん食べ物の匂いにつられてあ、これだよ。あ、焼きとうきびだって。すごい。うわ、うわ、すごい。あ、すごい。座るとこある。座るとこある。すごい。ちょっと深めのブルーだよね、色が。まあね、湖違う？それだとマシューコブルーってやつ。え、マシューコブルー。うわぁ、私それ無意識に感じちゃった。マシューコブルー、私湖を見る目あるかも。結構上の年代が好きそうなブルーじゃないね。あ、透明とかじゃなくてね。そうそう、ちょっと高橋真理子風のブルーじゃない。確かにね。ああ、いいね、これちょっとこれ気持ちいい。ちょっとさ、こっちから見ると青のさ、うん、色が変わったくらい。あっちで見るよりちょっと鮮やかに。あ、そうだね、藍色だね、藍色。でも寝れそう。気持ちいい。
一つ言っていいですか、うん、寝れそうではなくどこでも寝れますよね車に乗って1分ぐらいするとだいたい声が聞こえなくなってくるんですけど10分以上の移動だとすぐ落ちちゃうそ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 う、北海道の空気に癒されてさ、そのぼーっと景色見てるとさ、うん、スッて気づいたらもう意識がめっすごいですよ今のすごい、うん、もうマシューコに出たネッシーみたいでしたよ。クッシーで、あ、クッシーか何子だっけ、クッシャロコ、クッシャロコか、あれはクッシャロコクッシーのあのマグネット買いました可愛かったんで、あと T シャツ可愛かったね、はい、早く着たい。え、ツーショット行きたい。え、ツーショット、はい、こいこい。うわー、冷たい、冷たい。いや、そりゃそうだろ。サウナ入る？あ、でも早く入った方がいいんじゃない、明るいうちに。だって夜なんかもう川怖くて入れないでしょ。そう？あ、いつもの麺になってるよ。何が？え？いつもの麺。あ、ビーダーみたいな麺になってる。ウサギも出るんだって。ツルもいるし。めっちゃなんかミットの音しない？そうそう、音がいいんだよ。いないだろ、あんまり職人今のは職人なんかクソってことないだろ。おおすげえ、すごっ。おおその音なんなんそのカツってやつなんでだ。ちょっと芯で取ってんじゃない。いい汗かいてんだけど。いいね。うわ、いいね。もう一回。どうやってんの。左下げる。お、いいじゃん。球式、キャッチャー、ピッチャーとキャッチャー、球式の練習、球式の練習、来るはずの、うん、結構良くない？まともにさ、彼氏とかとさ、キャッチボールできるじゃん。あーとかさ、なられてもさ、困るやん。キャッチボールもガチガチじゃない。みんなできなくない？これなくない？
あ、女の子が、まあ、確かにね。あ、すげえ。いやでもキャッチもなんか楽勝でしてるけど。わあすげえじゃないんだ。なんかちょっと早い方が取りやすいぐらい。え、リホ。ね、そういうこと、そういうこと。やばい、ペイがそんな早く動いたの初めて見た。めっちゃ機敏だった今。あ、やばい、やばい。おほほ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 。私がお風呂に入ってる間に2人がこんなにごちそうを作っててくれました。本当にすみません。ほぼあそぶちゃんがやってくれた。あそぶちゃん、はい、いつも毎度毎度ありがとうございます。私はホイコーローしかやってないです。ホイコーローやばい。いただきます。いただきます。どうしよう、ホイコーローか、ホイコーローくるかな。え、このタケノコ何これ、これ漬物だっけ。うん、うん、あ、うまい。これさ、2人前3人前だ。キャベツが多いからすげえ量だなこれ、うん、え、このタケノコの漬物超うまい。うまい、うん、ね、うまい。これうまい。初めて食べた。初めて食べた私も。やばい、幸せ。イカ飯っぽかも。イカ飯、イカ飯自分が食べたじゃなかった。そう、リホが立候補してたじゃん。え、みんな好きじゃない、そんなに。もうすぐ食べてよ。え、食べた。めっちゃ美味しかった。もう気づい、え、もう食べた。気づかないうちに食べてるらしい。すごいな、さすが。うまい。うん、うん、個人的にはこのウィンナーが一番。ウィンナーうまい。うん、リホ、コウ君が好きらしい。シャーメッセンよりもコウ君。そう、どっちがいいって言ってきて、うん、どっちも大丈夫だよって言ったら、私こっちが好きなんだよね。あ、決まってたんだみたいな。これすごいよね、ここ。天井がすごい。見えてるかな。普段は倉庫とか牧場の倉庫みたいなやつを宿に変えてんの。うん、あー、うまい。サウナ超気持ちよかったね。うん、何回も入った。珍しいよね。珍しい、なんかすっごい、いつもなんか辛くなって、なんかちょっと苦い記憶みたいな感じなの、うん、思ったよりいけてたよ。うん、水風呂に入れたらいいのに。水風呂だけちょっと怖かった、まだ頑張って、うん、ちょっとさ、温度高めのさ、うん、水風呂とかに挑戦してみる。そうだね、うん、あれ多分冷たすぎる。まあちょっとぬるいぐらいのね、うん、サウナにさ入ったからさ、うん、風呂使ったらやばかった、汗超出てきて。マジ止まんなかったもん。うわ髪乾かしてんのに汗でさ、髪また濡れんの。え、これ何、焼いただけ。うん、焼いただけか。うん、ただみんなあなたが好きすぎるだけ。焼いたね。こんなもんいっけ。何だっけ、なんかおひょうみたいな独特な名前の刺身だったよね。おひょうだっけ。おひょう、おひょう、なんか鯛みたい。ああ、おいしい。あ、食べたことない感じ。ない。なんかプリプリしてるよ。ちょっとエビみたい。うん、食感がね。美味しい、豚丼。うん、美味しい。買ってよかったわ。なんかそんなにさ、いっぱい食べれるかなって言ってたけどさ、うん、今ちょっと腹減ってんだな。なんか全然余裕な気がしてきた。私ね、最高に腹減ってる今。これあれか、ポテカラか。うん。これうまいわ。うまい、うん。クマは出ないかな。なんかクマのこと言ってなかったね。クマのことは言ってなかった。ここの。ウサギが出るってさ。ウサギ、そう、朝いるって。さっき鶴見たよね。鶴見たよ。縁起いいよね。縁起いいよ。鶴を見るなんて。まあまあ近づいてもさ、逃げていかない。慣れてんのかな。慣れてんのかな。鶴居村だからな。そうで、鶴がいるって共存してるもんね、多分、うん、人と。ここすごい、近所に家もないし、うん、
誰もいない場所だから、あの外で叫んでも大丈夫ですよって言われた。マジで、うん、だから私はこれ食べたら叫びます。日頃の辛い思いをここに置いて帰ります。まだ見てないよね、星。でもさっきまだ全然出てなかった。なんかいつの間に見てんの。なんかでもさ、昨日もさずっと星なかったじゃん、うん、宿から眺めてで行ってみたら爆発してたから、ね、いやちょっとさそこ曇ってなかった、うん、ホテルの方結構霧がさかかってきたよね、うんうん、昨日来たばっかだけどさ、うん、霧があるのが当たり前みたいに受け入れられるようになってる、うん、なんかかっこつけんねんびっくりすること減ったよね。そう、虫もそうだし、そうそう、まあ、ついててもそう、うん、みたいな。あんなに服にカメムシついてて大騒ぎしてたのにさ、さっきついてたの。まず真反対の T シャツなんだそれ沖縄と北海道で確かに狂ってるだろそれ自分で持ってきたの。オリオン持ってきて北海道なのに、うん、そう、何にも気にしないで持ってきちゃった。逆らうからなんか北海道のカメムシちょっと色がさ綺麗じゃない。何色。なんかさ、なんかエメラルドグリーンじゃないけどなんかブローチにしても可愛いぐらい。なんかサブローチサブローチだけどこれも食べよう私、うん、あこんな感じだ、うまいわ。これケチャップとかつけたいかも。うん、いいね。ある、うん、あれそう、チーズハットグみたいな甘辛、うん、私こういう味好きなの。甘い衣、甘い衣好きなの、うん、アメリカンドッグ一択じゃないの。だから私はアメリカンドッグの周りだけ食うの。え、あれは中身は舐めない、あげる。ただのアメリカン。納豆食べる人、はい、こんな引き割り納豆ないよ。なんかポップだよね、可愛い。いる。え、でも今食べるしかないよね。うん、食べる。私も食べる。でっかい引き割り納豆だって。あ、ほんとだ、なんかあ引き割りの粒がちょいで見せてくれんだ一緒にね、そうだよね、だって一緒にあの旅してる気持ちになってください、うん、癖になっちゃうよって言ってるもん。ほんと、うん、濃い、うまい、うまいらしい。いや、うまい、不思議な、不思議、不思議まんま米、米だってあとちょっとしかないじゃん。だってあとでも2パックだよ。いやだ、2パックの粘り口、粘り口ニッポップニッポップニッポップ。じゃああのご飯半分くする1個、うん、いや、はい、うん、あ、やばい、何、え、待って、あ、これチンしてあるの。もうあ、してあるの、してるよ、してあるんだ、うん、今からチンしねえといけないのか、ちょっと腰重いなと思って。うん、しかもペイがやるわけないのに、ペイに渡したもん。シンクレアはやるだろ。だってさっき、まあ、さっきケチャップ持ってきてたよね。え、自分で。いや、さすがにね。いや、俺絶対言われると思ってたよ、うん、ケチャップって、うん、二人でせこせこさ、うん、やってる時もさ、うん、こっちに来てさ、なんか手伝ってくれるのかなと思ってさ、早く食べようとか言ってさ、ごめん、ほんとごめん、あれはあれはマジで空気読めてないなと思って。いや、でもないよ、その、うん、何も持ってないけどね、ほんと。いや、まださ、二人とも作ってくれてるのにさわぁ、美味しそう、早く食べよう最低ごめんなさい。ん、すごい、なんか不思議な感触くない、うん、あれが美味しいよ。ファースト、ちょっとファーストテイクって言ったかな。ファーストテイク一口目、うん、うわ、なんか不思議。ファーストテイスティング、うん、うん、粘り強くね。それ、ね、それたくさん粘らした感じ。うん、うん、うん、美味しい、美味しい、美味しい、うん、そこ何丼なの、うん、さっき俺餃子乗っけてんのを見たしさ、最低丼じゃん。豚丼とじゃがいも、ケチャップも入ってんじゃん、うん、ケチャップと納豆一緒になることないぞほとんど人生で。え、早くも食べるの。お腹いっぱいになりました、うん、今4割ぐらい。やばすぎて4割。なんかさ、すごい食べるね。イカ飯見てる。え、え、食べないよ。え、いや、食べる、食べるけど、少しずつさ、思いを込めてる。思いを込めてる、思いを込めて食べる。カラオケもできるって言ってる。本当に。でも音なしでしょ。え、アカペラじゃないの。違うよ、うん、YouTube でカラオケバージョンの曲を流して、はいはい、次世代すぎるだろ。でマイクがあるの。で、結構ちゃんと響くマイク、それで歌えますって。マジで
これもやりたい後で。何それ、うん、わっヒグマカルテ怖い、ね、うわっ業界ありがとうございます。わ、講演会会長。すごい。すごい。結構響きがいいよ。確かに牧場のあれだからだ、倉庫だから。これ、うん、このドーム型の。すごい。すごい響きがいいですね。なんかトークイベントみたいな。トークイベント。初のトークイベントです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でさ、いつもさ、喋るときにさ、あの、鼻息、うん、わかる、確かにあれちょっと恥ずかしいよ。鼻息強いからさ、いつもあのなるんですけど、うん、ちょっと気にせずに最後までお付き合いいただけたらなと思います。流暢だな。ありがとう。あ、ほらほらほら、鼻で笑う癖があるんだ。 ありがとうございます。カラオケとか行く？カラオケ行くよ。あ、本当に？キモいな。私は竹内まりや、アンリ。なんでそんなさ、ちょっと世代違うとこ歌えるの？あのね、母親とカラオケによく行ってたんだよ、うん、そう。で、そのおかんは大黒摩季よく歌う、うん、うわ。だから大黒摩季行くってことは私の母よりもちょっとやっぱり若いよ、うん、うん。でも長渕剛は結構知ってるかも、意外と。なんで？あの、うちのおとんとおかんがどっちも好きな。不良すぎるだろ。鹿児島じゃん、あの人。ああ、ほっか、そういうことか。すごい気持ちよかった、俺の人。よかったね。シャンプーした？シャンプーしたけど、あのやっぱあのちょっとサウナの高温。そうだよね。サウナの高温の影響受けてた、髪の毛が。あ、そっちだ。確かに。なんかさ、ずっと薪みたいな匂いするんだけど。今はしない？わかんない。あ、なんかちょっとするかもしれない。あれじゃなくてよかったじゃん、異様じゃなくて。え、明日は何もしないの？もうほぼ君たちの大きい時間じゃないですか。何ができるかにもよるかも。何をさせてくれるのかって。うん、そうだね。なんか今ゲップ前みたいな。うん、した、全然したよ。したの？ゲップ全然した。めっちゃニンニクうわ、ニンニクなんかあったっけ。餃子。あ、餃子。何時に起きよう。1時10分の飛行機が飛ぶから。でもお土産空港で買うんじゃないの。あ、しかもレンタカー買わせないといけないですね。あ、だって何も考えないで来てたもん。確かに。だから10時なんかに起きたらもう無理だね。なんか無理ではないけど、もうそのまま空港で。朝ごはんのことも逆算して考えなきゃ。もうそのまま空港行くしかなくなる。朝ごはんは何、もう決まってるの？朝ごはんは一応時間によっては2択を用意してます。え、選ぼうよそれ。2択今言う？うん、お願いします。お願いします。お願いします。一つは、はい、市場でこう刺身のなんか切れとかが売ってて、それをこれと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 自分で創作丼ぶりを作れる。この間のあれみたいな。二つ目は、うん、いや、めっちゃ虫多いなと思って。うん、そうだよね。ここにしか明かりないから全部虫集まってるから釧路の。釧路の電子全集結してんのここに。釧路の虫、うん、2個目は、ミートカツスパがっつり洋食。あ、まだ見てない景色だ、ね、またあそこで違う店ね。もっとミートカツスパに特化した店。ミートカツスパって見てみて。あ、そう、飯思った。うわー、どうしよう。どんな、うわうん、決めた。うわ、どうせ明日変わるんでしょ。まあ、今の気持ちは、今、いや、今の気持ちだけでも。じゃあ、せーの。じゃあ、私も。決まった？うん。せーの。海鮮丼。なんかちょっと、海鮮丼だね。海鮮丼？海鮮丼だよ。なんて言うか迷った、その。でも、1日目も食べたり。でもなんか、あんなんじゃ足りなくない？北海道の海鮮って。確かに、意外と食べてないか。うん。ミートカツスパムの日にはなるけど。ちなみに、どの店ですか？なんか、道の駅にある、ミートカツスパ。ほうって道の駅でも、いや、なんかそういうおしゃれ道の駅じゃないから大丈夫。はいはいはい。ガチ道。ガチ道。ガチムチ。いや、むちゃ道。あガチムチだったらそっち選んでたなんて店ですか、その海鮮丼のところ。海鮮丼はなんか勝手丼ってやつ。え、たくさんあるよ。すごい。あ、これかも。ちなみにどっちだったの？どっちの方が気になってたの？でも海鮮丼食べてたかな。そういうことか。
もしかしてミートカツ、いや多分その想定でいた気がするね。ちょっと残念そうな顔してる、うん、でもどっちでもいい、どっちでも海鮮丼をやっぱ胃袋に詰めて帰った方が満足できてる気がする、うん、東京に帰った自分を今想像したらね、うん、気持ち悪い想像だな。いや8時起きとか起きれる、だって今日何時に起きた、早くなかった、うん、今日8時40分ぐらいじゃん、俺がしかも起こしたのうるさいって言ってます、早かったよね、私に起きてんの、うん、うるさいって言って、うん、すぐオフオフにしてもう一回寝た。ペーでも寝起き良くなかった今日、私でも寝起きいいのよ、あそう、私が多分寝起き悪い、うん、何回もさ寝たり起きたり繰り返す、今日もなんか4回ぐらいしかもセルフでアラームかけてさ狂ってなかったなんでなんで8時早い、キャッチボールするんでしょ、初めえ、あ、そうだ、キャッチボールするんだ、霧の中キャッチボールしたい、野ウサギの隣でキャッチボールしたい、ピーターラビットみたいなシチュエーションないだろ昨日より就寝時間早くなりそうだよね、サウナべったり入ってんの2時間ぐらい入ったサウナ、うん、で、あれしかも1時間ぐらいキャッチボールしてたんでしょ、楽しくなってだってサウナ出た後キャッチボールしようとか言ってたそうね、信じられないね、裸でキャッチボールしそうね何これみたいな、裸のピッチャーあと私あの中トロも、中トロも、はい、え、どうしよう、うん、あ、カンパチ、カンパチ、はい、あとハマチ、ハマチ、やばいか、はい、すごいすごいなってます、今やってる北海道の国は美味しい、入れてみよう、甘エビ、甘エビ、はい、一本寂しい、いいか、いいね、あんだけ乗っかってるから、ボタンエビ入れたらすごいじゃん、映えるよ、えボタンエビ、映え、映えいくら入れた、俺シャモっぽい入れて、いくら入れたかな、最後白さんだよ、あ、じゃあこの白さんのキュウリ、あの前にシャモメンがちょっとこれでいいかな、私はそりゃそうだね、左の上だわ。